皆様こんばんは。長月9月のお茶の道でございます。本日は本寿庵よりお送りしております。本寿庵は私が自宅の寺に心ばかり手作りで開きました小さな粗末ないよりでございます。その志すところは、僧侶の研鑽する場として、茶室を取り入れたいと考えました。茶室とは、読んで字のごとく、茶の室と書きます。であれば、室の主は人ではなく、茶なのではないでしょうか。茶を主とする室において、人は何を学ぶべきなのか、どうあるべきか、そのようなことを考えつつ、まずは主である茶に無礼のないよう、日々研鑽を積んでまいりたいと思います。さて、ようやく夏の暑さからほどかれて、秋の気配にほっと一息ついている方もおられるのではないでしょうか。秋になりますと、朝晩の大気は少しずつ冷えて、日中の日差しは柔らかく、木々の葉は紅葉して、鎌倉あたりなどを散策してみますと、実りの秋、どんぐりを求めて、リスが動き回る、そのような姿を見ることができます。皆様はどのように秋を感じておられますでしょうか。歌人山の上のオクラは、秋の気配を知らせる草花を7種類お歌いになっておられます。秋の野に咲きたる花をお呼びより、かき数うれば七草の花。萩の花、お花、くず花、なでしこの花。お見ないし、藤ばかま、朝顔の花。最後の朝顔の花は、桔梗の花でもあるという説がございます。本日9月10日は中秋の名月でございます。皆様、お月様ご覧になりましたでしょうか。私は夜空に浮かぶ金色の月を見上げますと、ただただその美しさに見惚れて固唾を飲み、佇んでしまいますが、いにしえの歌人は多くのお月様の歌を残しておられます。中でも、月の偉大さを力強く歌い上げた阿部の中麻呂公様の歌をお読みしたいと思います。天の原、降り裂け見れば春日なる。三笠の山にいでし月かも。大空を振り仰いで見渡せば、夜空に見上げるあの月は、故郷日本の奈良の春日の三笠山に昇るあの月なのだなと申されております。奈良時代、19歳で遣唐使として唐に渡り、その秀でた能力から玄宗皇帝にも認められた中麻呂公様ですが、強く日本へ帰りたいと願いつつも、54年の歳月を唐で送り、生涯を終えておられます。ただ一度だけ日本へ帰る機会があったそうです。悲しくも嵐に阻まれ、唐から日本へ渡る大海原を越えることはついにはできませんでした。今見上げる、唐で見上げるこの月は、日本で見上げるその月と同じなのだなと。言葉通り、月は場所や時を選ばず、暗闇を照らし続けてくれます。日中でもその眩しさの中で白い月は浮かんでおります。
大空を振りあおいで見上げたとき、中丸公様は、振りあおいで見上げたその刹那、天空に浮かぶ月とともに、その心魂魄は、時空を超えて日本に帰り着いたのではないかなと、そのように月の偉大さを感じました。本日は、自然の偉大さ、自然の不思議に身を委ねて、ゆったりと平手前を楽しみたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。